国家の特徴がございます。その際には皆様にはご脱毛ご禁止をご協力をいただきますことをですね、あらかじめ申し上げます。さあ、メリットなんですけれども、たくさんの皆さんがサポーター、タオルなんかでね、応援してくれてまして、ありがとうございます。子供たちもね、持ってくれてね、ありがとうございます。そういえば、前回子供たちといえばですよ、ね、太田和美新選手を応援していた男の子がですね、太田選手がリタイアしたら号泣してたっていうシーンがね、映ってきましたですけれど、今日もどこかで見てくれていいのかな、はい、今日も来てるんじゃないかな、なんかご招待をしたとかっていう、ご招待をするとかで、ね、したとかっていう人は、太田選手の SNS でしたっていう、リアルティングなど協力をしてね、なんかその、心に、はい、あ、ピットまで行ったのか、ピットまで声を枯らして、あ、まあ、声を枯らすっていうことまでもちろんあるんですけど、大きな声で応援してくれてね、はい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 、さあ、この後なんですけれども、ピッツァリアとのこのコラボレーション、スーパーコンビがですね、いつも行っております、日本ハマスとのコラボレーションでの、ピッツァリアとの記憶と飲み物を報告してもらう、そんな方を予定をしております。また、元気なですね、ピッツからの声で、皆さんに、記憶と飲み物を、はい、お伝えできると思います。あ、そうそう、今日はね、この後スナッチもあるからね、子供たちでね、エントリーしてくれたり、みんなエントリーしてくれたのかな、スーパーボーカル、大運動会ですよね、明日もすごいよ、ティナル、ティラノ、さあ、秋は運動会シーズンということがありますので、そういったところはですね、追い風ということになります。まあ、基本的に車というのはブレーキングをするときだったり、コーナーをするときに、まあ、進行方向、向かい風の方がダウンフォースされると発生するので、車は安定するんですが、まあ、今の風向きだと、ちょっとですね、コーナー、感じかと思います。ただ、ストレートスピードがですね、割りにくい、まあ、正面からの風を受けているというのは、まあ、スピードでいうところのスリップストリームが非常に効きやすい。まあ、今、まあ、接近戦、それからオーバーテイクのシーン、もちろんスーパーフォーミュラの場合はパワーアップを一時的にできるオーバーテイクシステムというね、特別なそのパワーアップシステムを装備していますので、まあ、ドライバーのコントロールによってですね、好きな時間、制限時間内であれば自由なタイミングで、そのパワーアップをすることができます。まあ、それを考えるとですね、それも使いながらとは思いますが、いつも以上にホールストレートではオーバーテイクのシーンというのは向かい風であるのではないでしょうか。
さあ今シーズンのスケジュール、ここまで第6戦、1戦目が野尻、2戦目が牧野、3戦目野尻、4戦目坪井、そして5戦目牧野という、そういったリーダーが担当しております。さあそれではグリッド上のインタビューです。はい、放送席、緊張感あふれるこちらグリッド上のインタビューでございます。久しぶりの2連戦となる今大会はですね、予選見事ポールポジションを獲得しました久住二玲選手です。シーズン2度目のポールポジションは再びこの富士に果たすことになりました。調子もクランナーが非常に良さそうですね。そうですね、今回2連戦ということで、あまりロングランのゲストができてないし、決勝、みんながどうなるかわからないとやった時はホールからスタートして、本当に悔しい、レースで終えてしまったので、今回その、チームみんながここまで本当に頑張ってきたと思うし、頑張ってきた結果が今日のホールだと思うので、もうそろそろ、チームに初優勝をあげたいなと思って、気合いの十分です。